きそうにある。おばちゃんに聞いてみる。あそこはロプリーの、まあ、シンボルで遺跡になるんですけど、カパンサンヨンというところで、この辺がもう猿が結構いっぱい集まってるところ。めっちゃいいめっちゃ。ミルク飲んでる。ミルクの人みたい。何これ。ミルク与えられてるやん。あれ全員みんなミルク飲んでる。あ、子供がいる。子供が。あれ子供。子供がいる。アロイ前。アロイ。アロイだって。餌あげてるかな。あれ餌あげてる。あれ怖いな。ちょっとあれはちょっと餌がサルちゃんの量に足りなかったら多分喧嘩になる。よくニュースなってるから。これなんで書いてるの。残ってるやんな。この関係言ったでしょ。カメラ向けたら。カメラがウェポンだから多分ウェポンと思ってる。これ危ないと思うよ。あの大きいカメラ、大きいカメラだったら危ない。だからここに遊びに来るんだったら大きいカメラとかはやめた方がいいと思うよ。ちっちゃい、まあ、携帯で撮ったらいけると思うから。でかい方だったら別パンになってしまう。さっき襲われたもんね。カメラ向けて。これ携帯でもね。そう、棒とかだったら危ない。自撮り棒とか。そうすごいよあれ。というお店、まあ、カフェみたいだけど、なんか
マスという花のフィルター。コスモスという花のフィルターある。でコスモスの花がたくさんおるところでみんなとバイバイしたいと思ってるんで、今回はペシェブの高校、まあ高い山のところに行ったんだけど、タイのシーツというところで、まあすごく感動するレベルぐらいの景色何回も見れたところなので、まあ本当におすすめのところと思ってます。あと、まあ、ペシュブンといったら、まあ、タンマリンドとか、あとフルーツと、おいしい野菜をたくさん食べれたんで、あと、桃と、なんか、変わったフルーツみたいな桃の種類もいっぱいあったんで、まあ、楽しかった。うん、ね、ドライブにはかなりいいよね。そうね、まあ、山道のドライビングが好きな方だったら、ペシュブンは本当におすすめと思ってるけど、まあ、シアンマイとか、シアンライとか何より、まあ走ってる時にめっちゃ綺麗な景色何回も見れるところだからなかなかないと思ってるよ。山のトップにずっと道があるから、そう道もいいから、ビューポイントもめっちゃあるよ。シリアさん、そうだからまた来たいくらいと思う。おすすめできる。オッケー。今ロプリーはロックリーは、まあ、猿の魔人。猿なんですよね。めっちゃびっくりしたぐらいだけど、まあ、思ってる以上に可愛い猿ちゃんがたくさんおるね。普通に、そう、ちょっと一回襲われたけど、ちょっと怖い部分もあるんだけど、めっちゃ、なんか多分それが人間が悪いから、みんな人間が、何か棒とかカメラ持ってたら、ウェポンと思ってるんで、刺されたから。でも、可愛いは可愛い。なかなか見れないから、それぐらい街
マジの中に普通に猿が歩いてるところだから6位がすごいと思ってるよ。北部とか北部の方行った時にそういう住むところとしてはかなりいいところね。ここやな。そう一泊しても、うん、ちょうど、まあ、時間的にもあの間くらいで途中だから、うん、またこのブロック好きだったらあのサブスクライブとライクもお願いします。あとコメントもね、コメントもいっぱいくれたら嬉しいんです。バイバーイ。